敵敵と駆け抜けてたどり着いたは言わずの地、生も根も尽き果ててまぶたを閉じたその時に、ここで死ぬなと諭す声、生きて敵を討つのだと頬をはたいたその人は、言わずで世のため人のため身を粉に働く元締めだった。今は恩義を返すため身を寄せ働く日々を送る。忘れたか敵討ち、いな、忘れることなどできるはずもなし。少しの恨みも忘れさせぬ、身元の夢はささやくばかり。申し遅れました、私今は始末屋をなりわいとしております、紅屋の凛と申します。どうだ？うん、二人。よし、行くか。こっちのスルメイカみたいなのが吉五郎さん。私の仕事仲間。こう見えてすごいんだ。ちょっと、小便してきていいか。ああ。すまん。行ってこい。そろそろ交代を呼ぶか。私コウモリ苦手なんだよね。安心しな、今自分はコウモリも仕事中だ。もたもたしてっと帰ってきしまうがな。盗っ人や忍びか。お侍さん、随分と豪をしょったみたいだね。三途の川まで案内するよ。豪か、面白いことを言う。野伏の頭目というからもっといかついのかと思や、これまた案外男前で。よもや子供に見初められようとは。悪かったわね。元岩津家剣術指南役桂木俊成。そういないわね。いかにも。そちらさんに恨みはございませんが、お命頂戴いたします。始末屋とはな、よかろう。参られよ。慣れてきたな。そうかな、まだまだだ。そうか、早いとこずらかろう。始末を終えた凛、息を潜めて伺う影の姿、時を同じくしてあやめはそこにいた。次回天中くれない、袖すり合うも多少の縁、世の悪はくれないに散れ。黒谷十蔵を打ち漏らし姿を追って暴月堂、
探った先に潜むのは野党風情の武家崩れ。誇りで腹は満たされぬ。駆け込み先は十蔵と仕入れたネタを頼りに探る。息を潜めて方々を巡り獲物を見つけたその矢先、獲物は影にさらわれた。影の正体、目を凝らし見据えた時にふと気づく。あれは刃を交えた忍び、里で出会ったあの忍び。慣れてきたな。そうかな、まだまだだよ。そうか、早いとこずらかろう。割り込む隙もなかったね。でもあいつ癖者だと。まだ逃げ切ってはおらぬ。いぶり出そう。まずいね。やれやれ、厄介事ばっかりかい。圧巻那須の始末に臨む凛、行く手を阻むあやめ、対峙する二人の前に双葉が現れる。次回天中くれない、始末と悪事は闇夜に限り、世の悪はくれないに散れ。縁起の良い夢並べれば、一富士二鷹三那須美。一富士二鷹はさておいて、今宵は那須のお話で。小那須、水那須、鴨那須と茄子もいろいろあるといえ、今宵の茄子は食えぬ茄子。この男、闇夜に神女に忍び込み、得意の鞍馬を美濃にして重ねた悪事数知れず、泣いた女子は星の数。積もりに積もったその恨み、果たして報いてみせようとかける乙女の心意気。誰が言ったか知らないが、悪事と始末は闇夜に限る。
この人がお銀さん、私たちの元締め。裏の世界じゃカミソリお銀の名を知らない奴はモグリだって吉五郎さんが言ってた。偽物さ、あんたと同じだよ。待ちなよ、あんたとやり合う気はないんだ。お会いにく様、こっちはその気満々なんだ。付き合ってもらうよ。腕を上げたね。あんた名前は？くせ者で結構。いつまでも隠れてないで出てきたらどうだい。さすがだね、お見通しか。タバ生きてたの？お人よしは相変わらずか。なんで鋳造はあんたの顔。鋳造？黒谷にはお前なんか必要ないってことを鋳造に教えてやるんだ。黒谷？鋳造？タバ、いい加減にして、怒るよ。うるさい！勘の悪いやつだね。あんたの里を潰しちまったのはこいつらなんだよ。嘘でしょ。嘘だよね。ねえ、ふたば！には毒が持ってる。忘れてたのかい？ちくしょう。さようなら、葉が来る最後の一人。よっぽど大事なんだね。どれぐらい経ったんだろう。
頭がズキズキする。まだ毒が抜けてないんだ。合図、もうそんな時間。嘘。屋敷なのだがやたら入り組んでるんでいつも迷うのだ。なんとかならんか。どこかに近道を記した見取り図があるらしい。それないわりゃな。これこれ、そんなに固くならずと。いや今何時と思いか、静かに領事を受けなされ、うん、おお似合いじゃ。これで恥ずかしゅうのうなったでしょう。しばしば待たれよ、薬、お薬はと。いやよは最初だけ、じきに極楽に行けまする。本当に極楽へ行けるのでありんすか。はい、お連れ申しましょう。勝利万寿者に。おなごの神女に忍び込み、あんまおみのに己の欲を晴らす公職男。おなごたちの恨み、代わって始末させてもらう。たばけりよって。まあよい、抜かせたお嬢が悪いんだよ。リン、ずらかるぞ。吉五郎さん、先に帰ってて。何かあったのか。借りを返したい相手ができた。そうか、用心しな。囚われのあやめに手を貸そうとするリン。申し出を断るあやめには取り返さねばならぬものがあった。次回、天中くれない。帰らぬわけは兄弟数。世の悪はくれないに散れ。絆を失いまどろんで、気づけばそこは牢の中。石灰一つあだとなり、傷つきしびれて動きが取れぬ。耐えて松間にやられるか、無理を承知でどうにかするか。算段する間は焦りとなるも、動ける己がもどかしい。耳に響くは耳鳴りか、それともなくした絆の声か。耳を澄まして聞いてみる。耳に響くは鈴の音、なくした絆の叫び声。孫をことなき菊の声。あんた驚いた？意外に義理がたいんだよ。とりあえずこれ。
毒消しか。今引き上げてあげるから。待っとくれ。せっかくだけどまだここを出るわけにはいかないんだ。もう少しやることがあってね。やること？ああ。すまないが、一つ頼まれてくれるかい。三日後の夕刻、ゴーダの席を抜けたところにミミズクってやつがいる。竜は釣れるかと問えば、亀で答えてくる手はずだ。わかった。竜だね。東忍び竜、あやめ。ベニヤ、リン。それじゃもうしばらくここにいるってわけにもいかないようだね。お約束ってやつかい。まあな、お目当てはこいつだろ。腑に落ちないんだよな。あんたは何のために俺たちの邪魔をする。見たとこ商売敵ってわけでもない。なぜだい。お姉ちゃん、女ってのはさ、好き嫌いでことを起こせる生き物なんだ。損得感情で人を殺す奴らには死んでもわからないだろうがね。損得感情？そりゃ違う。俺たちはただ殺しが好きなだけだ。殺すだけで気が晴れるんだ。そうかい。礼を言わなきゃね。あんたらのこと、もっと嫌いになれそうだ。芸でなきゃお題は出せないよ。ゴーダの密偵ミミズクとの接触を果たすビン。ミミズクはリンに始末をやめるよう促す。次回天中紅、関越駄賃なし。世の悪は紅に散れ。